結果、優勝はサンフレッチェ広島 FC ユースになりました。皆様のご声援誠にありがとうございました。世界の演奏家と地元の子どもたちとの触れ合いや演奏会など多彩なプログラム満載、アビリス夏の音楽祭、詳しくはアビリス公式ホームページまで。これ毎回持ってきちゃう出して持ってきちゃう出してのやつや。
うん、それは必須だね。続いてホームチームサンフレッチェ広島、選手の紹介をいたします。第21サンフレッチェ広島対名古屋グランパス、どんな強敵にも屈しない心、それは勇気。その勇気を持って進めば必ず勝利の扉は開く。オーライキャラナサーリングライナーズホームチームサンフレッチェ広島、行くぞサポーター。あ、もっとしたか。背番号1ゴールキーパー西川修作。え、一番でしょ。暑いから暑いから森脇亮太。暑いから暑いから背番号8ディフェンダー森崎和幸。背番号19ディフェンダー森田剛平。背番号もう俺そのキックオフが欲しかった。ミキッチなんでシーンや。何のサッカーがシーンや。中島野球だって野球野球6、6時間野球しまった。野球のミッドフィルダー野球の森崎浩二。ダメだ取れなかったね。ミッドフィルダーいい試合だった。もういい試合だった。いい試合だ。目指して俺諦めてない。はい、ミッドフィルダー中島に来たんで陽二郎経歴じゃなかった。でも前田打たんかった。ミッドフィルダー前田打たんかった。なんで打たん人会社でインターネットで、はい、あの RCC のページで見よう。あ、経過じゃ知っとんだよ。全然カープ見てないけど抑えにあんだけど知らんかった。中林素晴らしいな。背番号4おかえりなさい水本博樹。どうぞどうぞ。こちら向かいコツコツ背番号6でも佐久保ちゃん後で交代。え、だって佐久保ちゃん一番よくわかるの質問攻めに合うけど。なんで受け付けんの。中に質問攻めにしようと思ったら2人とも分からんかった。分かるの分かるの分かるの94年も優勝した当時の分かるの。その監督はバックスターぐらいしかな。息子がリーバックスターだな。それは俺も知った。お前らが詳しいよ。朝から外に行ってるんだけど、うん、今までサッカーに乗ってるから。この熱い声援を引く肩のキプロメント NGB セロンスリー。その勢いで その勢いでやる。真っ赤だもんな。すごいやべだな。今、今日やけど今日やけど何プール行ったか。そうそう、あの白亜のサイドのプール。ああ。2階のあれ自由じゃないんだよ。あれもしてない。え、内野自由じゃない。内野自由しかない。内野のあの2階席っぽい。あれはもう完璧だし。あれしかない。あれに応援するのは2階の外野。あ、そうですね。値段もいいのか。値段1600円だったよ。
せん。警備員雇いすぎてあんまり儲からないし警備員代がかかってしまう。そうなんじゃ。でもね、快適にいるよ、すごい快適。なんか満員入っても昔ほど満員って感じがする。人はいっぱいおるけどなんかこう狭いって感じがする。昔ほどないけ見るのかな。もう楽、楽だった。内野地区あるんですか。内野地区は何か指定に行ったことない。何あれがなんかのメインって感じで、そういうのかな。じゃあのレッドの方のスタートですかね。レッドの上じゃない。レッドの2階だけがね、ヤクルトはそこにおらんかもない。で、席の色が違うもんね。そこは基本固まって、まああの下の内野の下の1階のところにも結構入ってます。当時の会社がいつもどこに。そうだってパフォーマンスか、外野の2階のところか、内野自由か。すごいな。内野自由、内野自由。安いとこ分かるよ。安いとこ分かる。2000円全とこ分かるよ。2000円全とこ分かるよ。さこと俺の声入るよ。めっちゃ入る。分かるね。20分で出るんだけど。いや、それは全然分かる。だけど土日は行きやすいの。会社って帰りにしたの。会社帰りにしたの。6時になかなか間に合わない。ギリギリやったの。6時やはり会社の時会社5時20分。5時20分で厳しい。まあ、だけど中のこと野球の時は5時20分に終わらせるようにしよう。そうか、いや5時20分だね。5時ぐらいに終わるあと操作します。だったら、あんまり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 、
ガソリンをね、レギュラーでいいんだけど、レギュラーガソリン、レギュラーガソリンでいいんだけど、今飲むのは、廃屋の方がよくない、廃屋が。レギュラーに行っても、廃屋の方が2割ぐらい、燃費が良くて、検査したら、1割ぐらいしか燃料高くないから、2割伸びるの、廃屋の方がいい。いいわ、廃屋、廃屋って言ってみたいなと思って。え、先ほどの廃屋あとにはレギュラー。それでは改めて
両チームに大きな拍手を送りください。おー、いいわ。しかもね、会社だけの自由。